これ種田のガニ股の角度ちょっと待って俺の中で一番再生されてる動画は170万再生。これ絶対プロスピやってないやつも見てるやろ。これ170万再生の動画。ちょっと待って、今偽物と当たった。おい、だって撮影しよう。もう撮影もう出来上がってる。名前が一緒のやつと当たったんですけど、ちょっと今これ撮影外で、今からねちょっとね則本選手の企画をする予定だったんですけど、編集が出来上がってるもん。やろうと思って全然ちゃう。ちょっと、ね、急遽回してます。すげえ、もうこんな変わんねんな負けられへんな、これは。これは負けられへんぞ。しかも藤波選手、俺の好きな藤波選手、え、危なっ。あ、パス押されてる。はい、入った。入れ。あー、ティゴーンならんかったね。ティゴーン、うん、ゴーン会長じゃないよ。あ、よし。いや、まさか無理だ。無理すんな。オッケーオッケー。なんかせっかくやったら、なんかメンバーも全部俺と一緒やったら、もう完全に偽物認定するけどね。偽物ってかマネー認定するけどね。確かにバッターとピッチャー、俺と全く同じオーダーの人が出てきたら偽物認定できるわ。これテンポがこう良くなってるね、昔に比べて。よし、さあコールドお見舞いしよう。これパチパチしてます。すごく拍手されてます。さあここでサプライズ。おお、タイピンチつけてるやん、一丁前に。カブレイダーカブレイダーめっちゃ発音やん。ちょっと待って、めちゃめちゃ発音やん。カブレイダーカブレイダーこれもう1年前はもう英語喋ってますね俺の苦手な投手分かってたら、則本投手とか来るんちゃう。能見さん能見さん来てんけど、イエイパチパチするんちゃう。また拍手せえ恐ろしがってます今回は恐ろしがってます。バッティングみたいからちょっと8点取るのはやめとこうかさすがにちょっと偽物拍手いやいいパチパチするんちゃう。また拍手せえ恐ろしがってます、はい、今回は恐ろしがってますバッティングみたいからちょっと8点取るのはやめとこうかさすがにちょっと偽物のバッティングを皆さん見たいでしょ。わあ、いいボール。え、ボールでしょこれ。ストライクやろ。さあホームランを打ちたいね。ミスター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 、よいしょ。変わってない変わってないな。大丈夫ミスターミスターナイスミスター。いやこれホームランだったら終わっちゃうなこれは170万再生いくわ。まだ早いぞってことを現実 YouTube。 俺がちょっと炎上したさ、あれ見よう。初心者のふりしてみた、見よう。3517低評価、低評価が半分ってるやつ見てみよう。初心者のふりしてみたをやってみたいと思います。だからサブアカウントで初心者のふりしてやってみたみたいな感じでやったら、めちゃめちゃ批判食らって、お前初心者サーバー潜るな、ふざけんな、お前みたいなやつが初心者サーバー荒らすな、ルーキーを荒らすなみたいな言われて、かましいわと思いながらずっと思ってみたいな感じの動画があって、すごい言われてたんですよね。一回ぐらいやらせろよ。なんで怒られなあかんのか分からん。私二人前です。もう分からんでしょこれ。うん、いいね、出てますね味が。初心者モードね、初心者の味が出てるね。ちょっと遅れちゃうかな、わざと。ちょっとなりそうオーマイガー、これでね怒られたんよ、初心者のふりすんな。味出てるね。ちょっと見逃す安心しようかな。ジャストロッキング、この頃からジャストロッキング言っちゃった、ごめんなさい、ね、この頃から言ってんねや。次ちょっと思いっきり引っ張ってみようか。ちょっといやこれおもろいと思うけどな、この企画もあ、え、何してんのしてんねちょっとそれはやめて、盗塁しよう。あーくそさあ馬刺し2人前行きましょう何やその名前俺もう一回やりたいけどな。もう一回やったら荒れるんかな。またちょっとマイナス1なんでね。オッケーオッケー、マイナス1の味が出てますね。これはマイナス1の味が出てます。味出てる。え、相手の方ももしかしたら初心者のふりやってみた企画やってますもしかしたら。違うよね、さすがに初心者のふりしてないですよね。初心者のふりふりじゃないですよね。お互い初心者のふりしてる、ね、初心者のふりしてる人が初心者のふりをされてるから初心者のふりふりって感じ。惜しいですねごめんなさい、里崎さんハモっちゃいました、すいません。取れる。オッケー。じゃあちょっとね、こっから本気の VIP を見せていきましょうかとか言ってアウトになったらめちゃくちゃダサいけどね。この場面はどうして
よっしゃ、あーくっそ、ちょっと様子が違うと思ってますね、うん、流れ変わってんの気づいてるね、これだいぶほら流れ、マジか、これやったら初心者のままやあーくそ、あやばい、やばい、変わらん、オッケー、オッケー、オッケー、え、嘘初心者やん、このままやったら初心者で終わる山岡投手打ちにくいな全然初心者のふりしてみた動画になったら終わりそう検証結果初心者は初心者のままだろ面白いけどね、え、買ったよなこれ、ちょっと外角投げてみようかな、この方これ買ったよな、どういう反応するやろ、くっさー、もうグランド高級絶の高の球、絶の甲の球、あー来ると思ったら2球目この人それって投げ方、絶の甲の球、ビエラ3連の動画どの動画か教えて、もうそれでちょっとグランドオープン迎えよう一緒に、ビエラ3連の動画ってどれやったっけ、11ヶ月前、あーたったったったはい、今回古田さんで、いきます、チョーシュレッツゴーレッツゴーチョーシュー絶好調、はい、これ言いたいだけ、11ヶ月前からこのテンションはやばいやろ、レインボー、オッケー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 、上がれ、うるさいうるさい、めっちゃうるさい、やばい、一線越えろよ、こいつうるさすぎマジで、一線越えてくれよ、オフホワイト、俺やったら絶対コラボしたくないけど、オッケー、うるさ、何行こうって、もうここでエスコな意味ないね、あっ、あービエラ、あっ、あービエラ、あっ、あービエラ、いやそんなにしたわ、やばっ、これなビエイラ確定スカウトですか、これビエイラ確定スカウト、これやばっ、これでオッケー、これやばない、あもうここでエスコな意味ないね、あっ、あビエイラ、あっ、あビエイラ、あっ、あビエイラ、いやそんな気したわ、これなビエイラ確定スカウトですか、すげえなこれビエイラ確定スカウト、これはい、これ見て終わろう、この6回目誰が来るか、まあここ巨人の選手確定してますんで、持ってない選手、桜井選手、田口選手、小林選手お願いします、最後見て終わろう、これ調子くん絶好調聞きたい、いや調子くんレッツゴー、よし、オッケー、さあ誰が出るでしょうか、さあラスト、リップは誰を出したでしょうか、この伝説の回でいきます、ラストですね、お願いします、桜井選手引いたらマジで神回、いきます、桜井選手、うわっ、わっマジか、桜井選手、うわっうわっうわっって神回、いきます、桜井選手、うわっ